デイビッド・キース・リンチは、アメリカ合衆国モンタナ州出身の映画監督、脚本家、プロデューサー、ミュージシャン、アーティスト、俳優。低予算映画、イレーザーヘッドで有名となり、カルトの帝王と呼ばれることもある。カタカナでは、デビッド・リンチ、デビッド・リンチとも表記される。1946年、モンタナ州ミズーリで、農務省研究員の父のもとに生まれる。 生後2ヶ月でアイダホ州サンドポイント、2歳でワシントン州スポケーンに引っ越し、その後もノースカロライナ州ダーラム、アイダホ州ボイジー、バージニア州アレクサンドリアと引っ越しを繰り返す。少年期はボーイスカウトに所属し、最高位であるイーグルスカウトまで昇格した。友人の父がプロの画家だったため絵画やドローイングに興味を持ち、ワシントン美術大学。 ボストン美術館付属美術学校に通う。この時、J ガイルズバンドのピーター・ウルフとルームメイトだった。しかし、ここには何も触発されるものがないと、後にプロダクションデザイナーになるジャック・フィスクと共に、欧州留学を計画する。オスカー・ココシカの下で絵画を学ぼうと、オーストリアへ渡ったが、街があまりにも綺麗であったことから、創作意欲が泣いてしまい。 三年間滞在する予定のところをわずか15日間で帰国することになる。帰国するとフィラデルフィアに移り、フィスクと共に米国最古の芸術学校であるペンシルベニア芸術科学アカデミーに入学。1967年、ここで知り合った妻ペギーが長女ジェニファーを妊娠し、この経験が後にデビュー作に結実する。住環境は鉄道。 工場などに囲まれた極めて悪い条件で、レンガ割で何部屋もある一軒家をわずか3000ドルほどで購入する。この治安の悪さをインスピレーションの一部として地下室で絵画や映画制作に没頭する。また収入を得るため、エングレービングのプリントを始めた。1967年、最初の短編映画、シックスメンゲッティングシックを制作。翌年妻、 ペギーをモチーフにアニメーションと実写を合わせた実験的な4分の短編ザ・アルファベットを作りアメリカンフィルムインスティチュートの奨学金を得ロサンゼルスに移る1971年に AFI カンサーベトリに入学し4年の歳月をかけてイレーザーヘッドを自主制作1976年に長編映画監督としてデビューする 制作中の1974年、映画のストーリーと同じように、妻ペギーがリンチの元を去った。これを含めてリンチは3回の離婚と4回の結婚を経験している。リンチはこの作品をカンヌ国際映画祭に送ろうと考えたが周囲に止められ、ニューヨーク映画祭でも上映を拒否された。そのため、深夜上映のようなアンダーグラウンドな形で上映され、 ロッキーホラー賞やエルトポ、ピンクフラミンゴといった映画と共にカルト的な人気を博した。1980年公開のエレファントマンでは第53回アカデミー賞においてアカデミー作品賞を含む8部門にノミネートされ一躍知名度を上げた。イレーザーヘッドのファンだったジョージ・ルーカスからスター・ウォーズ・ジェダイの復讐の監督のオファーが来たもののこれを断った。 1984年、タイガ SF 小説、デューンを映画化した、デューン、砂の惑星を監督。自身にとっては、意欲作であったが、ファイナルカットの権利を有していなかったため、配給会社により、大幅にカットされてしまい、工業面と非表面の双方で失敗してしまう。しかしこの経験から、1986年の、ブルーベルベットでは、 大幅な予算カットの代わりにファイナルカットの権利を手に入れ自身の思い通りに制作することに成功。本作はアメリカ国内でセンセーショナルな話題を呼んで賛否両論を巻き起こしたがアカデミー監督賞に再びノミネートされたことで復活を果たした。一方で本作で知り合った主演女優のイザベイラ・ロッセリーニとの交際が二度目の離婚のきっかけとなる。 1990年から放送が開始されたサスペンスドラマツインピークスシリーズを制作本作では監督としての参加だけではなく自身も俳優として出演しており主人公想左官の奇妙な上司を演じている同年にはワイルド・アット・ハートでカンヌ国際映画祭に悲願の初参加を果たしパルムドールを受賞11年後の2001年には マルホランドドライブで同映画祭の監督賞を受賞した。マルホランドドライブに至っては3度目となるアカデミー監督賞ノミネートを獲得し、BBC が選んだ21世紀最高の映画100本で1位にランクインされた。2006年第63回ベネツィア国際映画祭にて映画人として長年にわたり多くの優れた作品を生み続けていることを称える。 栄誉禁止賞を受賞。2007年には、カンヌ国際映画祭の第60回目を記念して制作されたオムニバス映画、それぞれのシネマのうちの一つ、アブサーダを制作。また同年には、現代美術家として、カルティエ現代美術財団にて個展を開催した。2011年1月に、ミュージシャンとして、シングル、グッドデートデイ、アイノーでソロデビュー。 同年11月には、デビューアルバム、クレイジー・クラウンタイムを、プレイ・イット・アゲイン・サムよりリリースした。2012年現在、リンチを追ったドキュメンタリー映画3部作、リンチ3プロジェクトの3作目の資金調達のため、ファンから制作費の一部を募る活動が行われている。なお、本作で、リンチ自身は、制作には直接関与していない。2017年4月、五。 シドニーモーニングヘラルド紙のインタビューにより2006年のインランドエンパイアを最後にリンチが映画監督の引退を表明したと世界中で報じられたリンチは変化する映画界にあってたとえ素晴らしい作品であっても多くの映画が工業成績でうまくいってない現状を語りその一方で工業でうまくいっているような映画は自分がやりたいと思うようなものではなく 私は作りたくないと心境を明かした。2019年10月27日、第11回がバナーズ賞において、アカデミー名誉賞が授与された。アカデミー監督賞に3度ノミネートされたリンチにとって、初めてのオスカー受賞となった。受賞式には、カイル・マクラクランとローラ・ダーン、そしてイザベラ・ロッセリーニがスピーチに登壇した。映画制作のほか、ダムランドなどのアニメーションも手掛けている。 映画制作に関わっていない時間は予算が関係ないという理由で絵を描いたりしている。YouTube チャンネルデビット・リンチシアターにおいて2020年からリンチ自身が登場する天気予報とともに新作を含む短編映画を公開。絵画においてはフランシス・ベーコン映画においてはフィラデルフィアの街そのものに最も影響を受けた。アメリカ映画より 欧州映画の方により大きな影響を受けたとたびたび述べている。好きな映画にはサンセットお通りとロリーダをあげている。ありがとうございます。